ププーヌヌだよ。メグだよ。皆さんこんにちは。ヌヌファクトリーのヌヌです。メグです。今日はですね、こちらベンツの C180 を使って日本車にはなかなかない便利な機能をご紹介します。こちらのベンツの C クラスはメルセデスの中でも最初に選ばれやすいクラスとして注目されています。今回の動画ではベンツに興味があるけどいまいち設備がわからないなっていう方や、これからベンツを購入したいなっていう方に向けて便利な機能をご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またベンツに興味がない方もこの動画を見てやっぱり外車もありかもみたいな感じで思っていただけたら嬉しいです。またすでにベンツのオーナーの方はこんなの常識だよって思うような機能があるかと思いますが、あるあるだよねっていう感じで思ってもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルでは話題の車の紹介や私が洗車店をやってますので、車がピカピカになるような動画を中心に配信しています。公式のホームページチェックやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。で、早速今回はベンツの便利な機能をご紹介していくんですけど、まずはこちら、スマートキーがもう違います、はい、ちょっといろいろ便利機能があって、まずはこのスマートキーの解錠ボタンですね、はい、これをずっと長押しすると、はい、おう、そう、こんな感じで全部の窓を一気に開けることができます。家の窓から、うん、いやちょっと今日暑いから換気してから車乗ろうって時にいい、そうだね、そうだね、いいですよね。で、逆にロックボタンを長押しすると、おお、そう、こんな感じで全て窓を閉めることができます。これはなんか途中で全開と全部閉めるの1か10しかないじゃないですか、はい、途中で止めること、はい、途中で止めることは押しっぱなしを離せば止まります。だから結構これから梅雨時期になってきて、はい、窓がちょっと閉め忘れちゃって雨がめちゃ降ってくるっていうこともこの鍵一つで解決することができそうなので、すごくいいなと思います。トランクを開けるときはトランクの開閉ボタンを2回クリックです。クリック、はい、はい、お、こんな感じ。しかも自動でこう開くんですね。そうです。そうするともうパワーゲートがついてますんで自動で開きます。ちなみにこちらのスマートキーの電源が切れてしまっても、こちらのセンターコンソールにあるドリンクホルダーの中にこうやって入れておくことでエンジンをスタートすることができます。これは便利機能っていうかちょっと注意点になってしまうんですけど、ベンツのこのメッキモールは素材が日本車と違って日本の気候に合ってないんですね。なのでよく白錆が発生します。なのでベンツオーナーさんはこのメッキモールのところだけラッピングしたりとか塗装している方が多いです。で、この白サビ自体は簡易コーティングを定期的に施工してあげることで予防することはできるんですけど、あまりにもひどい場合は私の洗車のヌヌファクトリーにお問い合わせいただければと思います。ご予約お待ちしてます。それではベンツの車内にやってきました。だいたい日本車シフトノブが真ん中についてると思うんですけど、ベンツの場合はシフトノブこちらになります。上に押すとバックですね。で、真ん中がニュートラルで下がドライブで、パーキングはここのボタンになります。で、ベンツを買い始めたばかりの方はウィンカーとシフトを間違えてしまう方が多いと思うんですけど、走行中に押してしまってもニュートラルになるだけなので、間違えてしまった場合は落ち着いて運転していきましょう。続いてベンツ C クラスのバックカメラを見ていきます。ベンツの場合はバックカメラが格納式になっていて、車種によってはこちらのエンブレムの中に格納されているものもあります。もしあのバックカメラのこのカメラの部分をこうお掃除、はい、お手入れしたいときはどうしたらいいんですか？うんうんうん、その場合はナビ画面で出すこともできますので実際にやってみましょう。はい、バックカメラの開閉の仕方はまずホームボタンを押します。設定で、アシストのカメラのところを押すとカメラのカバーを開けるって出てきますので、これを押すとバックカメラが出てきます。続いてはユニークな機能をご紹介します。ライト類なんですけど、ライト類は運転席右下に集約されています。で、面白いのがこちらパーキングライトです。これは駐車中に片側だけライトを点灯させることができるボタンで、右側左側とそれぞれ選択することができます。
人を待っている時なんかに道路側の方を点灯させておくと便利そうですよね。これ待ってる時はハザードとかポジション灯とかでもいいんじゃないですかね、うんうん、そうなんだよね。でもこっちのパーキングライトの方が省エネなんで、あのバッテリー上がり対策にもなるんですね。なので正直あまり使う回数は少ないと思うんですけど、まあ、あると便利かなと思います。続いてトランクの方を見ていきます。まずトランクの便利機能はここアンダーカバーをめくると、こちらに専用のコンテナボックスが収納されています。ちょっと組み立ててみると思ってたより大きいですね、はい、こんな感じの大きさになります。これに小物を入れたりとか、お買い物した後の袋なんかを入れておくと便利そうです。でこれはベンツの標準搭載になります。鉱石を倒したいときはこちらのボタン、そちらにもついてるんですけども、ボタンを押していただくとシートが倒すことができます。鉱石の真ん中のところだけ倒したい場合はこちらの真ん中にロックがありますので、そこのボタンを押していただいてこちらだけ戻します。そうすると真ん中だけ倒すことができます。なので長い釣り竿とか長いものを積みたいなっていう時にとても便利です。これは日本車にもある機能なんですけど、トランクをロックしたい場合はナビ画面からロックすることができます。暗証番号でロックします。こういう風にトランクをロックしてしまえば、鍵からも車内のトランクボタンからも開けることができないです。なので大事な荷物なんかをトランクに積んでいるときはすごく便利ですよね。続いてはナビの操作を紹介していきます。こちらナビの操作はこちらのハンドルのここのボタンと、そして真ん中の中央部にあるタッチパネルで操作することができます。最初の便利機能はですね、こちら行き先等を検索する際に手書きで入力することができます。こちらにあの手のマークがありますので押していただくと手書きすることができます。ではちょっとやってみたいと思います。ユニバーサルスタジオジャパンがすぐ出ることができます。あともう一つこの車のいいところはですね、こんな感じでアンビエントライトが設定することができます。こちらの設定編集で色を選ぶことができるんですけども、この色がですね、なんと64種類全部であります。なので好きな色にこう変えることができますし、そしてマルチカラー、流れるような虹色に光るのも設定することができます。めちゃくちゃいいですし、自分の好みの色にできるっていうのがいいなと思いますし、64種類だったら絶対一つは自分の好きな色があると思うので、それを設定して自分の車を作り上げていくことができるのがいいですね。ちなみに音声検索で先ほどのアンビエントライトを変更することもできます。こんな感じで、はい、メルセデス、どうぞお話しください。アンビエントライトを青色にしてください。色を変更しますっていう感じでですね、今ちょっと見えづらいかもしれないですけども、先ほど黄緑だったものが青色に変更することができます。こちらの先ほどの音声検索はですね、他のことにも使えるのでちょっとやってみたいと思います。では近くのガソリンスタンドを調べてみたいと思います。はい、メルセデス、どうぞお話しください。近くのガソリンスタンド、結果を表示します。目的地はどこですか。こんな感じで近くのガソリンスタンドをたくさん調べていただけます。結構な種類調べてくれますね。こちら今紹介しましたのが MBUX といって、自分の言葉に対する反応も早くてしっかり検索もしてくれるので、めちゃくちゃ高性能で、運転中なんかにもこう手で操作しなくても喋りながらこう安全運転できていくので、めちゃくちゃいいなと思いました。はい、というわけで今回はベンツの C180 の便利機能をご紹介しました。で感想としてはですね、本当に日本車にはなかなかない機能ばかりで、ザ高級車っていう感じがすごいしてました。メグさんはどうでした？
そうですね、アンビエントライトがこう自分の好きな色に変えられるのがめちゃくちゃいいなって思ったのと、はい、メルセデスっていうだけで音声をちゃんと聞き取ってくれて、運転してる時にめちゃくちゃ便利だなって思いました。そうですよね、結構機能面とかもすごかったですよね、はい、しっかりと音声案内とかも認証してくれたりとか、すごい機能面も進化してるなと思いましたので、気になった方はぜひ実車の方ディーラーさんとかで見てみてください。こんな感じで私のチャンネルでは気になる話題の車の紹介だったり、洗車店をやっている私が車がピカピカになるような動画を中心に配信しています。車が好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌルでした。メグでした。バイバイ。バイバイ。